どうも、ついちゃんことついのぞみです。はい、今回はですね、もうね、 YouTube を始めた時にいつかはやらなきゃいけないなって思っていた私の半顔メイクに挑戦しました。いやね、あのね自分でもドン引き。本当にね、自分でもドン引き。違うなって思ってたの。すっぴんとメイク後は、マジで違うなって思ってたけど、思った以上に違すぎて、自分でもマジでドン引きしている状態です。なので、この動画見て、マジでぶっさ、やっばって思う方が、たくさんいると思うんですけど、ただ、世の中にさ、自分に自信がない女の子、女の人、たくさんいると思います。で、私もね、本当にその一人なの。本当はマジで、ブスで、自分に自信がなくて、メイクをしなかったら、笑顔になれないぐらい、本当に自分に自信がない一人なんですけど、そんな方にね、私コメント欄とかでさ、いつもついちゃん可愛いとか憧れですって言ってくれてるね、みんながいる中で、本当はマジでブスで、もうやばい幸が薄い人なんだけど、そんな人でもこうやってメイクをしたら可愛いって言ってもらえたりとか、好きでいてもらえてるっていう中で、自信のない方にちょっとでもね、自信を持ってもらえたらなっていう思いで、ちょっとこの動画を撮影してみました。なので本当にブサイクでやっばいんだけど、嫌いにならずに、最後まで見てもらえたらなと思います。はい。なので、もうスタートって言った時点で私が、もう、裸眼で、本当にもう、ドスッピンの状態で現れると思うんですけど、マジで引かないでください。本当に引かないでください。そう。もう私も覚悟して、この動画を回したので、本当に、最初に言っとく。二十何年間私を知ってる方、応援してくれてる方、マジで本当に隠しててごめんなさいっていうレベルでやばいです。温かい目で見てもらえたらなと思います。はい、ということで始めていきたいと思います。それでは私の半顔メイクスタート。あー、マジやだ。スジチャンネル。はいはいはい。やばい。めちゃめちゃマジでドスッピン。もう本当の裸眼で何にもしてない状態なんですけど、今回は YouTube を始めて、半顔メイクっていうのが、YouTube 内で結構ね、こう定番化っていうか、結構いろんな方がやっていて、やらなきゃいけないなと思って、で、今じゃないってこうさ、先延ばしにしてきたんだけど、もうそろそろやんなきゃいけないなと思って、はい、今回は半顔メイクっていうのをね、やっていこうと思います。あー、本当にやだから、とりあえずもうメイクしていこうかな。はい、もう私の実際の顔はこちらでございます。早くさっさとメイクして変わっていこうって思うけど、半分はもうこのままだからね。今回はこっち側だけ、私の右側だけメイクしていこうと思います。はい、なのでコンタクトももちろんこっちだけつけます。それではね、早速始めていきたいと思います。まずコンタクトはこちらのヴィーナスアイズボーテのワンデーファンシーブラウンっていうカラーをつけます。ちょっとさ、マジで本当にさ、半顔とかマジでやばいと思うんだよ。もう多分このコンタクトをつけた時点で顔が全然違う。ほら、やばい。あー、やばい。あー、怖い。片っぽコンタクトつきました。あー、やだ。はい、やっていくよ。もうつべこば言わずにやっていきます。よし、ちょっとクリームはね、全体に塗らせてもらいます。下地もいいかな、全体に塗っても。下地はこちらです、ドクターエルシアの下地。これもちょっとこれだけ両方に塗りますね。あーやだ。もうやばくない、これで全然違うん。もうすでに違う。
恐ろしいわ。本当に一番やりたくなかった企画。ここまでさ、すっぴんを出しちゃったらさ、鼻をかむ工程なんてさ、マジでさ、どうでもいい。よし、行きます。まずは、ちょっと、ここにさ、ニキビのさ、跡が残ったりしてるので、こういうとこを消してきます。本当に初めてなんだけど、何回ため息出るだろうか、今日。ファンデーション。ファンデーションも、ドクターエルシアのクッションファンデ使っていきます。これ半分だけ塗るってことでしょ？顔も本当にね、びっくりするぐらい違うのよ。鼻も半分までってことでしょ。よし、もう違うもん、マジで怖っ。ファンデーション塗りました。やばくない？マジでやばいと思うわ、怖いよ。で、シェーディング、シェーディング怖っ。いやマジでドン引き してると思う。本当にさ、今までどんだけさ、ごまかして騙してきたのみたいな感じじゃない？っていうぐらい多分マジで違うと思う、顔が。はい、次、眉毛。どんどんテンションが下がっていく気がする。いやー、マジで怖い。どうしよう。いや、もう眉毛の感覚とかもわかんないんだけど、この濃さが。片方だと。でもさ、ほんとさ、こういうさ、半顔メイクとかしてさ、ちょっとでもさ、自分に自信のない女の子たちに自信を持ってもらえるなら、私はこの動画をあげようって思う。だってさ、本当にさ、コメント欄とかさ、なんかもうつじちゃん可愛いとかさ、憧れですとか言ってくれててさ、もう実際こんなブスってさ、はぁ、本当に申し訳ないよ、マジで。でも、メイクはこうも人を変われるんだよっていうところをね、見てもらって、ちょっとでも自信を持ってもらえると嬉しいな。もう本当に私もさ、マジで自分の顔嫌いすぎてさ、本当に嫌いすぎて、だからいつもなるべくこうメイクをするようにしてるの。もう本当に自分の顔がマジで本当に嫌いなの。それこそ自分に自信なんてマジでないし、メイクしないと本当にもう無理なの。だからさ、いつもなんかちゃんとメイクしてて偉いですねとか言ってくれるんだけど、メイクしてないとマジで本当になんかもう無理無理なの。あー、やーばい、もう全然違う。怖くない？大丈夫かな。で、そう、特にね、私ね、こっちのクマもすごいのよ。こっちメイクすればよかったのかな。いっか、どっちも一緒だよ。どっちも一緒なんですけど、私が本当に一番恐れてるのは、マジブスじゃんって言ってフォロワーさんがこう離れていくことが一番嫌なの。だからそれだけが心配なの、この動画をさ、アップして。今アイライン描いてんだけど、アイライン描いたらマジで一気に変わるからね。いやー、初めて見る、自分でも初めて見る、怖い。はい、アイライン引きました。やばくない？はぁ、怖い。あー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 怖い。もう嫌だ。もう嫌だ。もう嫌なの。本当に嫌なの。じゃあやるなよって感じなんだけど、でもさ、なんかさ、みんなを騙してる感じがさ、なんかさ、嫌でさ、でもさ、嫌だ。これも嫌だ。何言ってるか分かんないよね。マジでやばい。引くわ。自分で引くわ。はい、こんな感じ。もう隠すものもないな。こんな感じです。私はマスカラします。ちょっとこの辺からもうモザイクかけようかな。完成までモザイクかけまーす。やばい。次ハイライト。ハイライトとノーズシャドウ。OK! で、口も半分だよね。口も半分塗ればいいんでしょ？ジベルも。リップはちょっと全体的に塗って、口も。半分。怖ー。できた。できたよ。半顔メイク。怖ー。はい。ということで、こんな感じで、私の半顔メイク、完成です。やーばい。全然違くない？ちょっとなんかもう感覚がおかしくなってる、顔の。こうやってるよね、サムネこれ。ねえ、これどうしよう。こういくんでしょ？こういくんだよ。やば！大丈夫かな？戻るよ。こ
っちでしょ。どうも、ついちゃんことついのぞみです。の方こっち、どうも、ついちゃんことついのぞみです、みたいな。やばい、これ遠目の方がやばい気がする。どう、全然違うのかな。ちょ、笑っちゃえば、笑っちゃえば、なんか大丈夫かな。こうやって言ってれば大丈夫かな。やばい、ちょっと初めてやった、これはやばいよ。だってこれがいつもみんなが知ってる辻のぞみでしょ。誰マジやだ、本当に本当にもうごめんなさい、今まで隠してて本当にごめんなさい。やっちゃったな、やっちゃったな。どうですか皆さん、どうですか。もうこんなよ実際は。やばい、いやマジでへこむわ。へこむけど、さっきも言ったように本当に自信のないね方がいて、私もその一人で、メイクしてないと自分に自信持てないし、やる気も持てないし、なんか自分を嫌いになるぐらいだったらこうやって、コンタクトしたりとかメイクしたりとか、それで毎日笑顔で過ごせるなら私はいいのかなって思ってます。だからそういう人一人にでも、こんなマジでさ、なんかさ、ブッサイクでさ、幸が薄くてさ、もうなんかもうなんか残念な顔でもコメントとかでさ、みんなに可愛いって言ってもらえてさ、本当に申し訳ないけど、私はそれがすごく嬉しくて、自信がちょっとでも持てるのであればいいのかなって私は思ってます。だからそういう人にちょっとでも勇気を持ってもらえればなっていう思いでこの動画を撮影してみました。なので本当に嫌いにならずに、フォローを外したりせずに、このままね変わらずに応援してもらえたらなと思います。はい、ちょっとこのままエンディングなのかな、このままエンディングの方がいいのかな。もういっか、このままエンディングで。こんな感じでちょっとさ、やばくない、これとこれと、こっちのメイクしてると笑えるの。でもこっち行くとマジで笑えないんだよ。もう本当にテンション下がる。本当にクマもひどいしさ、こっち。はあ、まあいっか、とりあえずもうこのままエンディング行きます。ボサボサだけど、これでもっとちゃんとさ、髪の毛すらも、髪の毛もちゃんとやったら全然さ変わるじゃん、印象ってね。だからもうメイクも大事だし、髪の毛も大事だし、そう、今ちょっとこのボサボサのままエンディングいっちゃうけど、はい、許してください。ということでね、今回は私の初公開のもうドスッピンから半顔メイクっていうのをねやってみました。本当にやりたくなかった企画だし、絶対やらないって思っていたけど、まあでもいつも応援してくれてる方にこうやって素顔を見せて全部公開できたっていうことが、私的にはすごく気持ちがすっきりしたので、良かったなって思います。なのでさっきも言ったんですけど、本当に嫌いにならずに、フォローも外さずに、このまま応援してもらえたら本当に嬉しく思います。女の子はさ、女の子って年でもないしあれだけど、女の人はね、いつまで経っても綺麗で可愛くいたいから、人生楽しく笑顔でいきたいと思います。はい、ということでね、この動画がいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。そして私はブログとインスタ、そして TikTok、そしてクラブハウスも始めたので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。